社員の多くが通勤に自転車を利用している品川区の企業で、今日自転車事故防止委員会が発足し、合わせて講習会も開かれました。自転車のルールとマナーをいかなる時においても忠実に守ることを誓います。品川区にあるおもちゃメーカーのサンリオでは、全社員など2500人のうちおよそ600人が通勤に自転車を利用しています。今日は警視庁の担当者がサンリオを訪問し、自転車の利用に関する講習会を行いました。そして双方のマスコットキャラクター、ピーポくんとキティちゃんが夢の対面を果たしました。キティちゃんにお会いできることをとっても楽しみにしていました。この講習書を持つ皆さんはグッドサイクリストであることを忘れないでくださいね。そして歩道寄りを走りましょうなど、自転車の交通ルールが刻まれた講習書がキティちゃんに手渡されました。サンリオでは8人の防止委員会のメンバーが中心になり、自転車の交通安全の啓発活動を積極的に推進していく方針です。